今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日東京競馬場です。天気予報は晴れとなっています。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。7レースのパワフルボンドは重いダートが合う、そして距離延長に注目している馬です。8レースのマイアミレットは重いダートが合う馬で三角の状態です。9レースのファデスは平坦小回り 2000m が合う馬、そして上がりかかればという馬で三角の状態です。10レースのオーサムリザルトは初戦が上々だった馬です。10レースのコパノリッチマンは左回りの長距離が合う馬です。10レースの鳳凰風神は軽いダートが合う、そして重いダートが見たい馬で三角の状態です。10レースのレプンカムイは客室転換に注目をしている馬です。11レースのガイアメンテは騎手が称賛していた馬です。三角の状態です。11レースの湘南ラプンタも騎手が称賛していた馬です。12レースのマイネルラッシュは軽い芝が合う馬です。12レースのリトルポピーはダートでの単票ですが、小回り 1700m が見たい馬です。三角の状態です。続いて土曜日京都競馬場です。天気予報は晴れ一時雨となっています。9レースのテームファクターは小回り 1700m で見直し、そして重いダート向きの馬です。三角の状態です。10レースの西のレブラントは重い芝向きの馬です。11レースのテーオーソラネルは客室に幅が出た馬で三角の状態です。12レースのゴーマックスは 1200m に魅力を感じている馬です。続いて土曜日福島競馬場です。天気予報は晴れのち雨となっています。6レースのライツポルは軽いダートが合う馬で三角の状態です。10レースのビルカールは内枠希望馬ということです。11レースの雪のファラオは 1600m がベストの馬です。続いて日曜日東京競馬場です。天気予報は晴れとなっています。7レースのノーブルランは芝での単票ですが、 1400m が見たい馬です。三角の状態です。7レースのヤングワールドは花切れればという馬です。三角の状態です。8レースのサハラバンクールは東京 2100m の量でという馬です。三角の状態です。8レースのフライヤートゥルーは重いダートが合う馬です。三角の状態です。10レースのレイベリングは瞬発力が上位の馬です。11レースのデシエルトは軽いダートが合う馬です。続いて日曜日京都競馬場です。天気予報は晴れ時々曇りとなっています。7レースのバーリンギャップは小回り 1700m に注目している馬です。三角の状態です。7レースのヘニータイフーンは 1800m が合う馬です。8レースのロードラディウスは 1200m の重いダートが合う馬です。三角の状態です。9レースのフェンダーは持続力タイプの馬です。10レースの湘南アデイブは危険マークがついていて、早い上がりが危険ということです。三角の状態です。12レースのテームランウェイは重いダート 1400m でということです。三角の状態です。最後に日曜日福島競馬場です。天気予報は曇り一時雨となっています。9レースのトロピカルライトは重い芝向きの長距離馬ということです。10レースのエクロールは重い芝が合う馬です。11レースの名勝天水は軽いダート向きの馬です。三角の状態です。12レースのシャイニースイフトは重い芝合う、 1500m 以下が見たいということです。三角の状態です。よろしく頼むぞ。以上となります。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。